臨時民主政府は、ギリシア内戦中の1947年12月24日に、ギリシア共産党によって成立が宣言された政府の名称である。北部国境の山岳地帯を中心に支配し、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国や、アルバニア社会主義人民共和国と国境を接していた。1946年の春に、ギリシア内戦が幕を開けた。ところが、 ギリシア共産党の党員は1947年6月に至るまで政府が分断された目的を知ることがなかった。この一例の情報はフランス共産党の党大会に参加したギリシア共産党の主要党員ミリティアディスポルフィロゲニスによってもたらされギリシア共産党の主張を支持する政府が多いことを強調し民衆の関心を集めることに利用された。分離された政府は アテネの王国政府との和解の機会を放棄しただけでなく、正規軍に対するゲリラ兵戦術の放棄をも、ほのめかしていた。これは、ユーゴスラビアに触発されて立案された、湖計画のことで、その計画は、5万人から6万人で形成された、正規軍を創設し、北部ギリシアの大部分を占領、最終的にはギリシア第二の都市、テスサロニキを占領して、 新政府を設立するというものだった。1947年12月23日にギリシア民主軍指導者のマルコス・バーフィアディスによって新政府の樹立が宣言され彼がその初代首相となった。この政府はギリシア共産党の独裁状態であったが特筆すべき点としてギリシア共産党の初期長であったニコラオスザカリアディスは政府のメンバーではなかった。 新政府は自分たちのことを第二次世界大戦中にギリシアのレジスタンス活動を支配した民族解放戦線のイデオロギーと経験を復活させる者たちであると積極的に宣伝した。また彼らはギリシア北部に住む少数民族の積極的な保護でも有名であったが、これは彼ら少数民族がギリシア王国政府よりも 共産主義政府であった彼らを支持していたからであった。1947年12月25日、ギリシア民主軍は都市の制圧と統治への首都移管を目標にコニツァへ攻撃を開始。バフィアディスの証言によるとザカリアディスはコニツァの陥落都市と首都の移管が成功すればソビエト連邦や他の東欧諸国に自分たちが認知されることになると見込んでいた。 構成は1948年1月4日まで続けられたが、小日さを落とすことはかなわなず、ついに彼らが周辺の国家、政府に認知されることは一度もなかった。1948年2月にソビエト連邦初期長のヨシフ・スターリンはザカリア・リスに対して近隣の政府が率先して臨時民主政府を承認することはないだろうと忠告した。 1948年に入り、ギリシア民主軍が劣勢に陥る中で、バフィアディスとザカリアディスは内戦継続の是非をめぐって衝突。1949年2月、バフィアディスは臨時民主政府首相を下ろされ、同年4月3日まではザカリアディスが、その後、ディミトリオスパルツァリディスが首相職に就いた。その後、クラモスの戦いにて、ギリシア王国陸軍に敗れ、 臨時民主政府はギリシア内戦に敗北1949年8月28日にギリシアを離れた。臨時民主政府は1950年10月に解体されるまで亡命状態で存在することとなった。ありがとうございます。